はい、ということでよろしくお願いします。もう3本目3本撮りでございますあのこの前はこの2つ前のは、まあ、予想とか感想とかだったんですけど、まあもうしばらくはこのシリーズが続くので推しの選手の話をしようかなと思ってて、はい、うわ悩むな。いや悩むの、そう僕もすっごい悩んでて、でやっぱりこう推しって一人で絞るのってむずいんです。難しいんだよね。2人で、じゃあまず1人目からいこうか。1人目ですか、うん、1人目はまあもちろんもう愛してやまないケニー・オメガ選手なんですね。やっぱり今ねもうあのシニパッドからちょっと、はい、離れて今 AEW っていう団体にいますけど、まずしあの海外で初めて G1 取ってるのがケニー・オメガ選手なんです。そうね、外国人選手初の G1 覇者、はい、で岡田がずっと防衛を続けてたあの記録の中で唯一60分間ずっと引き分けで試合が終わらなかったという伝説もあるんですよ。で何よりも技がおしゃれでかっこいいんですよね。おしゃれね、ただただかっこいいんじゃなくて、はい、おしゃれっていうことがね、まあ、フィニッシュホールドの片翼の天使、まあ、名前からしてねかっこよすぎでしょっていう。あれってやっぱりあれなの、あのセフィロスから来てるの多分だと思いますね。やっぱ泣ける話があるっていうのも逸話が多いよね、その試合外も含めて。やっぱり一番あったのはやっぱりケニーのピンチにイブシが助けに来たっていう話があるんですね。あれあの見てて泣いちゃって、あのケニーとイブシの友情ってもう特別なものがあるじゃん。すごいんですよね。なんかあの二人ってね、そのいろんなこう絡みをしているからすごく面白い、はい、でバレットに気に入ってそこから一回なんだろう流れを切ったんですよね、イブシとの関わりの、うんうんうん、でコーディっていう選手がいて、あ、はいはいはい、でケニーがバレットで孤立していったっていう時期があったんですよね。あ、コーディから孤立していくんだ。はい、はあ、そうなんだね。でそのコーディにやられてる時に助けに来たのがイブシだったんですよ。あ、そういう流れがあるんだ。だから今年、まあ、AEW っていう団体が、まあね、ベストオブスーパージュニアもそうだし、合同工業もそうだし、ちょっと絡んできてるんで、はい、新日だと上がってくるって非常に面白いんだけど、もう大興奮ですねでもう一人は、もう一人は今いる選手の今、うん、新日本で出ている選手の中だったら高橋宏夢。タイムオフです。やっぱロスイングはもう硬いです。あ、まあでもあの去年僕も鹿児島大会に行って思ったんだけど、ロスファンって多いよね、圧倒的に男性から女性も、うん、全もう層に人気が多いんで、本当に高橋宏夢が好きな理由があって、やっぱ基本みんなジュニアにいる選手って大体ヘビーに行ってそこから活躍していくじゃないか、うんうん、ヘビーを目指して、うん、まあ変な話ヘビーへの伏線としてジュニアを経験していこうという、それこそオスプレイや高木もそうなんですけど、うんうん、高橋宏夢はそのジュニアでヘビーを超えるために頑張ってるんですよ、うん、そこも大きく違うんですね、はい、でやっぱり旗揚げの時の試合を勝ってもっとヘビーを広、うん、ジュニアを広めていくっていう目標がしっかり持ってるし、やっぱりなんか一番最初に見始めた最初の試合が僕の高橋宏夢対櫛田の試合っていうのがあって、最初あのなんだこいつってキャラだったんですよね。もう本当にそう、僕もね最初それこそその新日を興味持ち出したきっかけは宏夢で、気持ち悪かったよねキャラクター的に頭いかれたやつっていう、なんかベルト舐めてるし、はい、なんか手に包帯巻いてく加えてるっていう、そうなんかちょっと中二病なのかなって思いながら最初は見てたんですけど、プレースタイル見ると本当に面白いし、なんかマイクの方でもなんか面白い感じのことしてくれるし、脊髄損傷から復帰した時の、はい、あのパフォーマンス面白かった。あれすごかったもんね、あのオスプレイがね誰も勝つやついねえだろうみたいな感じで言ったら安定して、あの画面にねあの映像が流れてる、はい、
いやあれはテンション上がってるな、あの会場の人たちと思いながら。まあでも高橋ひろむの試合で印象に残ってるのはもうでもあれなんですよね、放映マッチがあって、あ高橋ひろむ、ウィル・オスプレイ、櫛田、マーティースカルっていう、うわすごいね、な2、3年前の試合なんですよね、もうこれも。へーマーティースカルが噛みつくから高橋ひろむがヘルム、アメフトのヘルメットと手袋をつけて入場してくる、入場してくるっていうあれ面白くて、面白いね、あの時がジュニアのもう全盛期だ、全盛期だと思ってて、櫛田がいる頃って本当激戦だったもんね、はい、うーん櫛田帰ってこないかな今ね、櫛田が WWE の方が一応外れて今どこに行ったっていうのが注目されてるんで、はい、まあ、櫛田という選手にはちょっとこれから注目はしておかないとなと思うんだけどねだからロスからやっぱり入ってるんで、でもう一つあるのはやっぱりフィニッシュホールドがかっこいい、意外とプロレスラーみんな器用ですよ、器用器用、あのね同じところにグループにいた時およし